フェルナンダ・ガライ・ロドリゲスは、ブラジルのバレーボール選手。ブラジルのポルト・アレグレ出身。2009、10シーズンにブラジルスーパーリーグで活躍、ベストスコアラー部門、ベストスパイカー部門、およびベストブロッカー部門において1位を獲得した。2010年に、ブラジル代表に初選出され、同年10から11月開催の世界選手権に出場した。 同年10月 NEC レッドロケッツに入団し、2010から11ボルトプレミアリーグにおいて、得点を及び、ベスト6勝に輝いた。第60回クロアシハタ大会で準優勝を果たした。2011年のワールドグランプリのファイナルでスタメン出場するなど、準優勝に貢献した。同年のワールドカップに出場した。2012年5月に行われた。 ロンドン五輪南米予選で優勝し、自身も MVP とベストスパイカーに輝いた。オリンピック初出場となったロンドンオリンピックではチームに連覇に大きく貢献した。2013年からは代表チームの中核として、攻守に活躍を見せ、同年のモントルーバレーマスターズで MVP に輝き、FIVB ワールドグランプリとグラチャンなどで優勝に導いた。 2013から14シーズンにはトルコリーグの強豪フェネルバフチでプレーした。2014年ワールドグランプリで連覇に貢献した。同年にイタリアで開催された世界選手権で銅メダルを獲得した。2014から15シーズンにロシアリーグの名門ディナモクラスのダールに移籍した。2015年5月の世界クラブ選手権で準優勝すると 自身もベストアウトサイドスパイカー部門2位に選ばれた。2016年のワールドグランプリで金メダルを獲得した。同年8月のリオオリンピックに出場した。2021年に代表へ復帰し、同年のネーションズリーグで銀メダルを獲得。東京2020オリンピックで銀メダルを獲得した。ありがとうございます。